今日はですね、命の水を守ろう、宮古島にとって最大の、テーマです。まあ、これ世界、まあ、人間にとっての最大のテーマです。特に宮古島はそう、もう誰が言うまでもなく、絶対守らないといけないものです。で、それのためにはこの水を、まあ、潰してしまう、ダメにしてしまうもの、自衛隊が来てはいけないという思いをですね、伝えるためにこの集会を今日開きました。たくさんの、まあ、共同代表で、まあ、構成される、まあ、集会ですけども、ぜひですね、今日の、みんなが一見も言い合いますけども、どうしてこの集会を持つようになったか、でどうして自分たちがこの、発言をしないといけないのかということですね、この時代の今の状況をですね、みんなで考え合うという機会にしたいと思います。まあ、僕の、まあ、ここに集まった方はおそらく、過ちを繰り返したくないという思いがですね、一番だと思います。この過ちというのは一番人間のこの、まあ、行いの中でやってはいけない、まあ好ましくないものとしては戦争です。おそらく人間としてやってはいけない過ちは、まあ、最大のものは僕は戦争だと思います。もしそれよりも大きなものがあるとしたら、まあ、他にね教えていただきたいんですけども、この過去の過ちをですね、日本ももちろん他の国々も起こしてます。まあ、犯してきました。で、その中で過ちをどうして今度は食い止めれるかというのがこの人間なんです。人間はやっぱり過ちを繰り返さない賢さ、知恵があるはずなんです。そのためのこの努力、まあ、考えをしないといけない場だと思います。で、過ちといえば日本は、まあ、先の大戦でいろんな法制を作り上げる、まあ、国家総動員法、国民朝礼法、戦争するための法律を整え、それで沖縄県、沖縄、まあ、沖縄ですね、沖縄戦では12万人の住民を巻き添えにして、それで沖縄を捨て石にして防衛をしようとしたわけです。これはですね、今も結局沖縄をその苦しみの中に、まあ、入れている大きな過ち、国家の過ちです。で、この数年来のこの流れというか、まあ、2010年から、この防衛大綱、南西諸島、またこの過去の75年前の同じようなこの先島をですね、いろんな要塞を作って、そこに同じような基地を作って、それで過ちを犯そうとしています。人間です。過ちを犯すのも人間です。で、過ちを起こさせないため の、 私たちは考えを持ってないといけません。皆さんご存知のようにナチスドイツ、ヒトラー率いるナチスドイツも同じように大きな過ちを犯しました。まあ、世界で有名な、まあ、民主的なワイマール憲法、皆さん ご存知だと思うんですけど、憲法を割ったドイツでさえ、ナチスドイツは独裁主義を作ってしまいました。なぜですかと。国民がナチスのこの政策、この手法に騙されたんです。選挙という、まあ、正当なあり方のように思いますけど、実は選ばれた人、選んだ人、それがどういう意図を持ってどういうことをやろうとしているのかを見抜けなかった国民がいたんです。今度も同じようなことを繰り返してはいけません。で、ドイツはですね、その過ちを繰り返さないために、このいかに憲法を変えるときでも主権、財務、基本的主権、それとあと三権分立を絶対譲れないと、これはいかに国会で変えようとしても変えないという強い意志で今回もう今の憲法があります。ところが日本はその条項が弱いんです。基本的人権、三権分立も無にしてしまうような、この自民党の改憲のですね、まあ、ずさんな状態、まあ、独裁者になろうとする安倍政権のその形がまだ色濃く残っているんです。それをですね、
これから私たちそういう国家にならないためにぜひ今日の、討論会を通してですね、あとは、この、いろんな情報を通してこれからどういうことが、なされていくのか、でそれためにはそれを阻止するために私たちは何を喋っていくのか、何を行動として取っていくのかということを気づいて頑張りたいと思います。今日は最後までよろしくお願いします。保全を目指した研究内容の学位論文が認められまして、鹿児島大学連合農業研究会に学位を授与されました、前里和弘先生を、はい、紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。清水さんからここに、ありがたいことにご紹介しまして、感謝しております。19年の地下水ホテルの研究をまとめまして学位論文として、先日東芝大学連合農研究会の方からして、紹介しまして、学位の取得ができました。本当に、これもですね、宮古島に生活をさせてもらって、で地下水という、恩恵にですね預かりながら、今まで、51年間、生活させてもらった、本当に島に対して感謝をしております。それと同時に、支えていただいた皆さんに本当にありがたいなと思っております。で、テーマも地下水保全で、博士号をいただきました。これも本当に地下水保全は世界に、通用する本当に大切な資源です。と同時に、我々市民のやはり大切な生活、命の元だということですね。当然水のないところで人は生活できませんし、文明も川、湖等ですね、やはり水のあるところで、古代文明も、やはり栄えてきて、また、それが今に至っているということで、やはり水のないところでは人は生活できませんし、宮古島はまた立ち切ったチップと違いってですね、川がありません、湖がありません、地下水という足元に大切な水があるということで、今日は、先日岸本先生から先日、今回の話題になっています自衛隊の配備についての賛成それから反対という、ご両者のですね意見交換会があったということで、ただその時の共通認識がやはり地下水を保全することは大事ですよねという、この共通認識があったということで、今回のこの場でですね、この水地下水保全 の、 水循環とか水の流れとかで、特に白川田水源の構造とかそういうものについて勉強、話題提供、情報提供してくれませんかという話でしたので、今日は、20分程度ですけども、できるだけ分かりやすく、私の研究内容も含めてですねお話しさせていただいて、皆さんですね、何かのご参考になれば、あるいは試作、できる話ができればいいですが、参考にしていただければいいなと思っております。よろしくお願いします。すいません、ちょっと前邪魔になりますが、まずこれは、ご存じの人も多いと思うんですが、これ地球上の水13億約14億立方、ほとんどが海水です。当然ですけども、地球で水は大部分が海水です。ただじゃあ海水が、最近は、海水淡水化事業ということで、特に、シンガポールなどは、水がほとんどありませんので、その海の水を使うということで、高度な利用をしていますが、やはり基本は、基本的に利用されにくいという意味です。でそれで、その他、淡水ですが、その多くはですねやはり南極、それから北極の氷ですね、凍土帯、氷河になります。そしてそのわずか、今現在人がこの地球上で使える地下水、それ河川、湖、これはなんと 0.01% です。つまり地球上70億人以上、75億人が使える水はこの 0.01% の水を分かち合いながら、
生活していかなければいけないという現実があります。世界的には。それで世界は基本的には水は不足しています。不足しています。で再生水を使ったりしながらなんとかこなしていたり、あるいは、非常にまあ汚い水ですけど何回も浄化して使うとかいうことで非常に水に苦しんでいる、まあ、地域も多くあります。で最近では特に、私も少し変わっているんですが、中国が代理人を通して特に北海道の地下水を、つまり土地ごと山ごと購入して、中国そのものが人口の割に飲める水が少ないものですから、それで、日本の地下水を、まあ、買ってるということで、これを法制的に整備できないかという動きも今、活発にされています。でそういう中でやはりこの宮古島は非常に地下水に恵まれた島です。で、その地下水をですねやはり地球上で大事にしていこうと。それで実はこの写真は、2004年に、スウェーデンのストックホルムで、私どもの生徒たちが、水のノーベル賞といわれる賞をいただいた時の一つのスライドですが、このスライドにも示されているようにですね、やはり今地球は、もう水の世紀と言われていながら水不足の世紀になりつつあります。じゃあどうしようか、どうするかということで、このスウェーデンではやはり世界の水保全に貢献する人を評価していこうと。もちろん冬は皆さんご存知のノーベル賞を授与していますが、夏このワールドウォーターウィークという1週間でそういう選定をしていきます。世界のノーベル賞、それから青少年、この水の科学賞ということで、青少年の部門の賞を2004年に私どもがいただきました。でこれは実は宮古島が非常に地図にも世界地図に乗らない島ではあるんですが、このように地下水という資源をやはり有効に、そして次の世代まで引き継ぐという世界のモデルになるんじゃないかということでいただきました。地下水保全をしてるからただいただいたんじゃなくて、10年も50年も100年も我々の子や孫、そしてその時代に生きるみんながやはり水を共有し、安全できれいな水をやはり生活の命の糧としてやはり、享受できるということで、それを頑張りなさいという証でこういう大きな賞をいただきました。ですから我々は今後もですね、やはりこの地下水保全ということをしっかりと、まあ使命としてやはり行い、そして次の世代にしっかりと引き継ぐことが大事だなということを考えています。で一方で、この宮古島について目を向けますと、今だからこうガランの蛇口をひねれば水道管の水がいつでも供給受けられます。そして、贅沢に使えます。で宮古島はご存知のように沖縄県がよく夏渇水対策をしますが、バケツを持っていったり、あるいは時間制限もしますが、この宮古島だけは石垣沖縄本島が渇水対策をしているにもかかわらず、もう夏までも車を洗ったり花壇に水をかけたりして非常に贅沢に使いますね。これだけ宮古島の地下水の水量というのは今5万人、今日の人口ですが十分、利用贅沢に使ってもまだ、余剰が残るぐらい余裕があります。ただもう一つの大きな課題は汚染です。やはりいかにしたら水質を守れるかというのが大きな課題です。でこれはもう本当に最近までこのように我々の先祖は苦労して水を得てきました。おそらく大臣の方々の中でも経験された方が多いんじゃないかなと思うんですが、
つい最近までですね、これは宮古島に豊富に地下水があるというのが本当に50年前ぐらいまではあまり分からなかったんですね。60年前、50年前まではなかなか分からない状況で生活をしていました。それは当然です。川がありませんから、水が見えませんから、どうしても地下の水が分からないですね。ただ例えば、白川、今これからお話しします、白川田湧水、白川田水源、それから長間、山川水源、あとは日川深等々、非常にこう湧水として豊富な水量で、そこにから水を汲んで生活した人もたくさんいるかと思います。 その後、ハワイの民間博士によって宮古島にはたくさんの豊富な地下水があるということが分かり、その、地下水の開発、そして水道事業ということで、まあ今の非常にこの恵まれた近代的な世の中に今移り変わってきている。これはもう私が言う前にこう来場の皆さんが本当に襲っているということで、まあそういうことを少し、おさらいしてありしました。すいません、ちょっとスライドがすいません見づらいんですが、少し手直ししていきますので、では、地下水のこの構造が当然地下にありますので、詳しく調べてはいますが、100% というわけではありません。最近でも白川田水源の流域界というんですが、この流域を設定はしてあるんですが、これはあくまでも推測です。それで、いろんな科学的なデータを基にして、実は500メートルほど幅を広げてあります。以前のデータに比べてですね、もしかしたら今後もさまざまな調査研究をしていく中で、例えばボーリング調査等々ですけれども、もしかしたら白川田流域の広がりというものも十分考えられます。それで、宮古の地下水はもうご存知のように雨が、まあ、今日も朝方雨が降ってますが、土壌を浸透、地下浸透していきまして、これは琉球石灰岩ですね。水がたまるのはこの穴がたくさん開いた琉球石灰岩にたまり、そして粘土層が下に横たわっていますので、芝尻層分の泥岩、粘土層に当たり、そしてたまる。で、まあ上層部にこういう地下水が来き、そして湧水があるところでこう湧き出てくるということですね。これがまあ大まかな構造です。そしてここにあるのが断層ですね。断層、実はこの断層が非常に大きな役目をしています。で、宮古島はまあざっと考えると約26個のプールがこうポツポツポツとあるという想定をしていただければ、まあ大体間違いはありません。で、非常にこれも不思議な、要するに地下水門として盆地みたいなこう水が溜まっている、要するに有名なのがもう白川田水源流域、それからオラ水源流域、中原水源流域とかですね、カジド水源流域ということで、そういうふうにもうこれ奇跡的に本当に神様が作ったんじゃないかなと思えるぐらいに、そういうふうに我々の住んでる生活している地下がそうなっています。まさに本当に不思議な島です。19年地下水調査研究をしてきたんですが、やればやるほど世界に中でも本当に類のない珍しい、あるいは世界にこういう研究をしていると、こういう地下水の島だということで、打って出てもいいぐらいに本当にこういう島が宮古にあるんだよということで世界にアピールしてもいいぐらいに、学術的にも非常に興味なんて言いますかね、珍しい島です。で、この断層が当然例えば、地震とか地殻変動でずれてきますと、この水脈もおそらくずれてきます。多分ずれてきます。で、今回次にスタートしますが、まあ
非常に懸念しているのは、この今自衛隊の予定地というのが非常にその隣接している白川の水源に非常に近い場所であるということで、この断層のずれがですね、ずれが大きな将来大きな影響を及ぼすのではないかというのがとても我々が懸念をしているところです。これがそれで、その中にこれはまだ誰も調査をしてないんですが、こう古い聞き取り調査とか、いろんなデータをこう総合してきまして、何か白川田水源にはあれだけの水量があるということは、一つのこの自然の、まあ、洞窟といいますかね、自然のこの水の流れが、川の流れがこの洞窟上であって、これであれだけの水量が集中的に、かつ安定的にこう確保されている、水量が確保されているんじゃないかということで、もし何かの変動でこの大事なこの、まあ水の流れが変わった場合、これが地域にあるいは周辺に拡散をした場合、果たして今のような白川田水源の水量が得られるかということが非常に懸念されるところであります。まあ、それでやはり、自衛隊というのもある種側面ではいろんな訓練をするということで、そういうふうな、訓練における振動、あるいは、洗浄水ですね、洗浄水、ご存じのように最近も沖縄本島の川で、復活物といいますかね、非常に人の人体にとって有害な物質が流れて、これはこういう洗濯機を洗う特殊な、洗剤があるということで、それが流れてしまったということなども想定した場合、まさにさまざまなこの予測が、でその予測の中で、それこれが限りなくゼロでなくても 1% あるいは 0.5% でもその懸念があれば、これはやはり我々の大事な地下水源を、飲料水源を守るという視点では、やはりこれは問題ではないのかなというのが非常に大きな見解ではあります。でやはりこの場所の問題ですね、つまり宮古はこう南質の琉球石灰岩で、もうご存じのように、本土や、まあ、隣諸島もそうですが、硬質の石灰岩、ある種、まあ、このダイナマイトを使って爆破して開発をするような地域とも違いまして、非常に容易に、まあ、重機類で簡単に石灰岩が掘れていくという、こう開発が容易なということは、地盤が非常に弱くて、ちょっとした振動、ちょっとした衝撃で変わってしまう可能性が十分にあるかということですね。でそういうことをやはり今後も将来においても想定をしていかなければ、大切な水源が守りきらないんじゃないかというのがあります。まあ、そこをぜひですね、この場で、皆さんと共にですね、考えていければいいなと思っています。この、まあ、断層面ですね、断層面が、一応今確定はしていますが、これも将来の、まあ、水質の段階で、どこまでの広がりがあるのかということも今後また詳細に調べていく必要がありますので、まあ、我々もまた調査研究は継続していきたいなと思っております。もしこの点でまた質問とかではよろしくお願いします。で、これはちょっとスライドが出てしまってますが、まあ、先ほど申し上げましたように、この区分ですね、この区分が、まあ、宮古でいうこの水源流域になっています。水源流域で、非常にこの面では白川田水源は非常に大きな水源流域になっています。それで予定地が、まあ、ここら辺になりますかね、ここになりますので、福山あたりで非常に隣接していて、
やはり施設している、もしかしたら重なっている可能性も否定できない部分ではあります。いかんせん地下が地下にありますので、誰も地下に潜ってそれを調べてはいないんですね。あくまでもボーリングとか地上からの調査でしか判断していませんので、これがなかなか難しいところで、やはりただ、こういう大事な水源流域というのはやはりこの、将来における想定されることは全てやっぱり今後除外していくことが大事な水源を守るになるんじゃないかなということを考えています。で、すみませんね、ちょっと見づらいですね、どうでしょうかね。これはもう宮古島市地下水保全条例です。基本的な条文ですね。もう本当に、この、条例があることで地下水が守れると言っても過言ではないぐらい、大事なものです。そして実は、我々の先人は1965年なんと日本で初めてです、日本で初めて、この前身となります、地下水保護、管理条例を制定をして、で、統合に変わって、名称が変わってきてますが、中身は基本的にはそう大きな違いはありません。地下水飲料水を、保全するためにさまざまな、許認可が必要ですよということで、地下水審議会で検討しますよということで、市長は汚染対策市長を命ずることができますよということなどがあります。つまり宮古島で何がしかの事業をする場合、さまざまな、条例をこの条例をクリアしていかなくちゃいけないと、このことがあって初めて地下水が利用できますよという、まさに、我々を守ってくれるこの、何ですかね、条例ですね。これは本当にもう画期的なことで、我々の大先輩先人に本当に感謝をしなきゃいけないと同時に、その先人たちがやはり10年後50年後も生きる、我々のためにもこういうことを想定していただいていたということは本当に感謝感激ですね。ですから今度は我々がそのバトンを引き継いで、次の小山子たちにそのバトンをきちっと引き継いで、やはり大事な水をまたバトンたちに入れして頑張ってねと、またいい島づくりをしてねということは、大事なことだなということを、考えています。ぜひ、またみんなの知恵を、皆さんの知恵を出し合いながら、この条例をですねしっかりと、守っていければいいなと思っています。ただですね、一つ私もこの条例の中で審議をするんですが、実は、おそらく先人もまさかこういう自衛隊とかこういうことはおそらく想定してなくて、何て言うんですかね、大きなビルとか大きな事業とか畜舎とかゴルフ場とか、農地開発とかそういうことにはうまく適合してるんですが、やはり、こういう自衛隊という大きなこの、制限区域を設けるような、当然何か起こった場合はすぐ行って調査ができませんので、そういうことは当然想定をしていなかったんじゃないかなというのが、私の個人的な率直な考えです。ですから今後やはり、将来にあたってもう少しこの条文内容もですね、再検討する必要はあるんですが、ただ時間がありませんので、今はこの、中でですね、条文の中で現在の条例条文の中でやはりきちっとみんなの知恵を出し合いながら、いかにしたら地下水が保全できるかというのを、考えていくのが必要だと思っています。はい、もう時間もあれですので、終わりですので、
最後にこの公益機能ということについて、話題提供して終わりにしたいと思っています。あまり耳慣れない聞き慣れない言葉だと思うんですが、公益的機能、これは実は例えばこの我々の住んでる島の周りで白い砂浜、海岸線、今で言えば観光資源ですね、莫大な都のためになる、本当に雇用を含めてなりますが、これも実は誰かが作った人工物ではありません。まさにこの自然、神様が我々に与えていただいたものです。そして地下水もそうです。自然のこれも恩恵といいますかね、誰かが作ったものでもありません。で、こういう公益的機能というのは守れば保全すればするほど、あるいはみんなで血を出して、大事に使えば使うほど実は磨かれて、いろんな好影響を生んでいきます。一つの大きな例が当然観光資源です。観光資源でさまざまな利益をこの島にもたらしてくれます。ですからやはり我々はこの公益的な機能を地下水、それから自然、海、その自然環境をいかに守っていくかというのが今を生きる我々に問われているのではないかなと思っています。ぜひ、皆さんの力を結集していけば、大きな壁もですね、いい方向に、プラスの方向に乗り越えられると思いますので、ぜひ頑張っていきましょう。はい、私の話以上で終わります。ありがとうございました。前里先生、どうもありがとうございました。今の先生がおっしゃったように、地下水審議会が、現在も続いています。その中の学術部会の、学術委員でいらっしゃったわけですが、先生はこの審議会をめぐってですね、議事録を公開するようにという請願が3月議会で実はティダノファの会の皆さんが出されていましたが採択されました。で、市長はですねこれについて前もって私たちが申し入れをしたときに議事録も作らないとですねいうようなことをおっしゃったわけですが、これは議会委員会でも公開するということが採択されましたので、市長も公開するというふうに最近はおっしゃっています。それと自衛隊の方から、防衛省の方から自衛隊配備に関する協議書というものが宮古島市に出されています。で、これについても公開していません。それで市長は何の情報も市民にまだ未だに公開して与えていません。で、これについてもティダノファの会の皆さんが、この事業計画を公開するようにという請願を出されまして、これについてもこの請願も、採択されています。ですからこういうふうに市民の大きな声の高まりが議会の後押しをして少しずつ流れが変わってきているのではないかというふうに思います。はい、では次は地域の皆さんから発言をいただきたいと思います。10年前になりますか、もう10年以上前ですが、防衛大綱で南西諸島防衛が語られるようになりましてからもうすでに10年以上になります。そして宮古島ではですね下地島空港がありますためにその軍事利用がちょっと40年以上懸念されてまいりました。そしてこれまでもたびたび米軍のヘリが下地島空港を強行して使う折に私たちは抗議行動を続けてまいりました。そして2005年の3月ですがちょうど11年前、伊良部では合併前の伊良部町議会が自衛隊誘致を突然決議しました時に住民のたくさんの皆さんの立ち上がりでこれを白紙撤回させ止めたというですね伝説的な戦いの歴史があります。で、今私たちは宮古、石垣、与那国、それに奄美を加えましてミサイル配備の計画が今浮上しております。そして南西諸島琉球湖の島々が今とても大きな岐路に直面しています。昨年5月に防衛副大臣がやってきまして以降ですね私たちは署名行動をしまた講演会をし映画上映会をしまた議会にも陳情や請願を出してさまざまな行動を
起こしてまいりました。そして自衛隊配備を止めるための、行動を続けております。でその中で今回この集会は大きな意義が2つあると思います。一つは今日は実は石垣と同日開催でこの市民集会を行うことです。そしてもう一つはこの集会決議をもちまして皆様に採択していただいた決議をもって私たちは東京に参ります。そしてまた東京行動の詳細につきましては後ほど説明させていただきますが、防衛省へ配備計画の撤回を求める要請行動を行います。そして東京で全国の皆さんに訴えをしてまいる計画でございます。あ、こんにちは、町屋の西部出身です。西米地区にですね、に自衛隊のミサイル戦闘部隊が配置されてくるとですね、冗談じゃないです。もうびっくり仰天、危ない管理、もうですね、危ない、もう、ベアンというのは感じですね。で、とにかくですね、自衛隊の、こちらの自衛隊のですね、西米地区、それから宮古島ですね、このミサイル戦闘部隊の配置は反対、とにかく反対です。とにかく反対。そこですね、市長も議会もですね、私たちの声を聞いてですね、自衛隊要人にかかるようなですね、言動をですね、よしてもらいたいというふうに思っています。で、私もですね、孫も、恐らく女の子もおりまして、今のものですね、このような疑惑が近くつきましたらですね、健康の改善も含めてですね、何か不幸な子供たちにですね、不幸な世の中が来るのかなと心配をしています。幸せなところじゃないですね。そしてまた、これですね、今まで話がありましたように、水が飲めなくなる、ここですね。それから、我々ですね、平和な、こちらは西米市ですので、我々ですね、平和な西米学部の、住民の分断、利害関係によるですね、不信感、疑心、そういったものですね、生じてくるんじゃないかということですね、心配しております。そうですね、これはですね、あるいは地域の監視ですね、自衛隊の監視、それから教育ですね、教育の改良と、こういったものにつながるようなですね、自衛隊のミサイルの配備ですね、を認められないと、反対です、ということですね、ともともですね、訴えたいと思いますので、とにかく、自衛隊はですね、配備、ミサイルの配備は、西米にはいりません。宮古にもいりません。特にですね、よろしくですね、お願いをしたいと力を合わせてですね、やはり、これはですね、危険な、自衛隊のミサイル部隊は来ないように、市長もですね、機械も、そういったものは持ってこないようにですね、我々の声を聞いてですね、ぜひ、よろしくお願いしたいと思うので、皆さん、今後ともですね、よろしく連帯していきましょう。以上です。福山自治会は北海岸に沿って追い抜き峰、あなた峰、リーフ峰を背に標高30から50メートルの高さに集落があります。自治会の年代は浅く、昭和13年の高地整備事業によって現在の周辺に散在する3つの集落をまとめた準農村地帯です。当時の先人や先輩たちは草雲を開拓し苦労して営農に励んだと聞かされます。昭和47年の復帰による農地法によって自粛の農地を保護し、土地基盤整備や北間事業をし、草木備策の基幹作物として被害化農業である近代農業の基盤を備えました。自治会は集会所が高台にあるため、宮古本島の半分や伊良部島が一望できます。特に改め現在の半分なところです。そこから眺める夜景は栗間島、伊良部島、池間島、大上島も一望できる絶景です。
戦後70年、そのような静かな環境の中で心癒される安らぎを感じてきました。福山住民は自衛隊配備は今日まで静かだった生育室の環境が破壊される、交通量の増加に伴い騒音攻撃が起こり精神的な苦痛がある、夜間照明による生育室環境の変化が起こる、子どもや若年の定住の阻害要因になる、高齢者の日常生活の癒しと安らぎがなくなる、とうとう不安を感じている次第です。次に地下水についてのお話をいたします。水は生命の源と言われます。地下水保全地域になぜ自衛隊配備が必要なのか、貧乏岳パークポンドには湧水が、下には湧水があり、昭和13年の高知整備業では湧水を利用し集落まで簡易水道が敷設されていました。また周辺では湧水を利用した水田も構想されておりました。当時の現場の状況からその地域が保全区域に含まれていることは、地下水に関する専門的な知識がなくても自治会住民が理解をしております。宮古島は山や川がないので地下水ができない、地上ダムができないため水道水源面を未来永劫まで地下水に頼らなければならないのは皆さんご承知のことだと思います。防衛省は事前協議を申請し、行政は申請を受理しておりますが、保全地域を事前協議までして配備する必要があるのか、行政は県地域に、保全区域には整備をしない、させない、そういうことを明確にすべきではないでしょうか。国は防衛のためと言ってはいるが、宮古の生命の泉である地域に事前協議までして配備することは宮古を守ることなのか、地下水保全は宮古県民の共通の問題です。保全地区に配備しない、させないことは宮古県民のみんなの考えであることと思います。まあ、最後になりますが、福山自治会は小規模ではありますが、豊かで明るい村づくり建設のため総牧場の精神を発揮してお互いが協力し合い頑張っているつもりであります。今後も先輩たちが安全安心に成立できるような集落づくりに努めてまいりたいと考えております。皆さんのご協力で大福農場の周辺に自衛隊配備が進めないようご協力をお願いします。では引き続き、私がその情報ということに対して非常に大切なこと、大変なことなんだということに気づいたのはですね、実は東北大震災の福島原発事故の時でした。この何ですか、津波をですね、私は仕事場で避難しながら見ましたけど、真っ先に思い込んだのは、これが大変なことだった、原発が大変だと感じました。というのは、私は静岡の浜岡原発の近くに住んでいましたから、こういうことが起きた場合に原発がどうなるか、原発というのはずっと冷やし続けなければいけないということを知ってましたから、これは大変なことになっているはずだと思ったんですけど、情報が一切ありません。後から情報は出てきますけど全く当てにならない。おそらく昔大本営発表というのがよく言われてましたけど、あ、こういうことを大本営発表と言うんだという、情報ばかりが流されてました。それ現在に至るまで全く一緒です。で、現在ですね、日本がいろんな委員会を作ったり審査会を作ったり提言をしてますけれども、世界中は誰も相手にしていません。日本のそういう発言はどこも相手にしないんです。おそらくそれを知らないと日本国民だけかもしれません。
もちろん原発を知らない人は世界中にいっぱいいますから、少なくとも原発に関わっている人たちは日本のそういう話を当てにはしていません。変な国だなとみんな思っています。ただですね、一つだけ信用されている、あるいは世界中が意見を求めている、あるいは声を求めている人なり組織があります。それはある学者がですね、国会に働きかけて国会事故調査委員会を立ち上げて調査を行いました。でこれにはですね、2つの、僕が見る限り徹底した原則がありました。一つは徹底した透明性と公開性です。このいろんな方に責任ある方に質問をやっていくわけなんですけど、これをみんなテレビで録画して英語の通訳をつけて全世界にネットで配信しました。そういうことを続けながら、いわゆる調査を進めていくわけなんですけど、もう一つはですね、適切な質問、的を得た質問をしないと問題の解決につながる、問題の真相につながる返事は得ることはできません。そのための徹底した調査です。組織を挙げて徹底した調査をしているんですね。その上でどういうことを質問したらより適切な相手に必要言語的相手の返事をもらうことができるか、でそのことによって相手の顔色とその動きをみんなが見てるんですよ。そういう人に言わせれば、その人の性格なり品性なりがはっきりと分かることをみんなが見ている前で進めていく。その上で自分たちはこういうふうに問題を真相を解明していくんだという姿勢でやって報告書を作っています。これは世界中で認められています。おそらくこれからの例えば宮古島の問題に関しても責任がある人たちにですね、ちゃんとしたからちゃんとした返事を得るためには絶対に調査が必要であって、ぜひここに集まりの皆さん方、これはいろんな専門家がいたりいろんな立場の人方がいると思いますけど、よりちょっと水に関してもですね、適切な本当にいろんな情報を収集しておいて、きちんと水の関係に関してもいろんなこれまでの資料はあるはずです。そういうのを徹底的に調べて分析した上で適切な質問を責任がある人に聞いていく、あるいはその他のミサイルの問題に関してもしかりだと思います。いろんなことを徹底して調べていって適切な質問あるいは責任がある人にぶつけて、そしてそれを徹底して公開してみんなにそれを見てもらう、おそらくこれが一番大切だろうと私は思っています。そういう意味で皆さんぜひ頑張ってください。私の意見はこれぐらいです。どうもありがとうございました。